どうも、サナです。今回はシーウルフ使って、神域の聖域行きます。で、セリカをね、サブに入れて10コンボ強化にしたね。うん、多分こっちの方が火力はね、出やすいと思うわ。共通の消しはね、ちょっと難しい。で、セリカを入れたってことで、ちょっとね、セリカを入れて、だいぶ強かったんだよね。で、ちょっとここはね、耐久しようか。6ターン耐久ですね。ちょっとカット。OK、ここで行こうか。で、4ターン耐久は嘘だね。こいつの威嚇？威嚇を貯め直さないといけないんで、まあその理由は後でわかるんで、まあここは行こうか、突破しよう、ここで。で、セリカね、いいね。やっぱり指延長が2秒で貯まるってのがすごくいい。非常にいい。すごくいい。いいしか言っていない。で、今回はね、お前またどうせ死ぬんだろうと思う方。今回ばかりは死にません。ちゃんと考えたんで、もう、勝つ？倒せるさということで、やっていきます。勝てんぜだよ、これは。で、これは、おぉ、すごいね。これは、結構ありがたいね。最後に火はありがたいわ。うん。で、このね、アメノウズメちゃんにね、あれなんですよ。消せないドロップを回復できるんで、50杯以下だと。次のツクティスに使えるんでね。で、ここはもう一旦突破でいいね。うん。ここは闇が来なかったのがありがたい。ここ闇来るとね、無効貫通しないと倒せんから、ちょっと面倒くさいんで、ここはもうこれで突破しようか。ここはもう初ターン突破でいいでしょう。あー、火がない。だが行く。オッケー。いいね、ここ。俺まだ本当に勝ってないんで、そろそろ勝つ。で、ツクトス。ツクティスで覚えちゃったからもう無理だ。覚えれ。あ、そうや、誰だっけ？あいつ強化されたよね。名前忘れちゃった。ノーチラスだ、ノーチラス。あいつ強化されたね。メノア、俺使いやすくなった。メノアはね、この次のダンジョンのアテナで使いたいからね。なんでここはもうこのセリカを入れたパーティーでクリアしていくわ。で、火力はすごいよね、やっぱり。で、ここでね、使いたくなっちゃうんで、ここで使うね。セリカ打ってから無効貫通で一撃削ろう。そうするとちょうどいい。あー、無効貫通があるね。ここでこれでね、無効貫通で倒せないからね。俺のパーティー編成じゃ。これって、もともと倒せないのか、それとも、俺の火力がないだけなのか、ちょっとわかんないんだけど。これでまあ、ちょうどいい削りになるんで。はい。倒しはしてないね。で、これでキーやってくるから、そう、こうなるんで、ここはね、次のターンで食らってから抜くね。ここはまずは耐久すね。こうして、こうして、もうこんだけでいいか、耐久だしね。で、その辺にしておきながら溜まったんで、おい、お前そんなに削るなよ。オッケーオッケーオッケー。で、これで、ちょうど体力半分以下になるんで、はい。ここでアメノウズメ使って、この、おい。ちょっとごめんなさい。本当に俺ちょっと動きすぎだ。けど、動いちゃうんだもん。仕方ねえじゃん、人間だもん。人間だもの。じゃあここ、うわ、どうしよう、足りっかな。けどさすがに。いや、けどね、これね、耐久力はすごいから、これ一回耐えようか。うん。こういう危なっかしい場面は、抜かなくていい。だって、耐えれるんだもーん。ちょっと削りすぎは、ちょっと怖いからやめてよ。抜くならいいわ、抜くなら。あ、抜いたね。オッケーオッケー。抜くなら抜く。抜かないなら抜かない。で、罪封じ。こいつらがちょっと面倒くさいんで。はい、これで回復力0になるからね。で、次のターンで、覚醒無効。プレイヤーが来たら覚醒無効されちゃうんで、こいつは貯めておきたいところではあるんで、こうします。で、これ遅延投資で5ターンになったから、これは火と水消さないようにしようか。で、1個ずつならね、別にいいんだよね。で、ここはちょっとね、この耐え抜いてから、こいつを次のターンで貯めるという、俺の巧妙テクニック。もう本当に勝ちに来てる？そういう攻略方法だから、俺の努力がわかるでしょ。どれだけ勝ちたいか。久しぶりにパズドラにまたハマった。ていうか、パズドラとかさ、何なんだろうね、ソシャゲって。飽きた後に急にまたやりたくなる現象。何なんだろう。年末近いからかな。って俺思ったんだよね。白猫プロジェクトあるじゃないですか。あのゲーム、モンストとコラボしたんで、ワンチャン、パズドラとモンスト禁断のコラボ、あるかもね。うん。この二つがさ、コラボしたらもう、みんなどうなんの？びっくりするんじゃない？
もう弱すぎたら弱すぎてで、ね、モンスト批判するし、パズドラ批判するしで、悲しいところであるが、ここで罪の連鎖耐えるんで、余裕のよっちゃんいかで耐えるんで、あと2ターンだね。ね、これはね、1体ずつ削る戦法に出ようかな。いやけど、普通に耐えようか、ここも耐えようか。耐え忍ぶこと、忍びとは、耐え忍ぶことだからね。ジライア先生の教え。で、ここで耐えようか。これも耐え抜いて、で、右、一番右がちょっと抜けたら嬉しいんだけど、な。あー、まあまあいいでしょう。はいはい、こんなん怖くね。マジで怖くね。俺には効かんぜ。効かないね。で、次ちょっとロックしてくるか忘れちゃったけど、ちょっとロックがあったら怖いんで、こうしちゃおっと。これでいいっすね。多分これで抜けないか抜けるかぐらい。多分一番右が抜けないかな。うん、ですよね。ここはもう、ちょっと怖い場面ではあるな。いや、まあ抜けるっしょ。ああ。西色7個。これ列で消した方が、いや、列で消さない方がいいの、多分。火力はそっちの方が出ると思う。火属性強化があるから。んじゃあ、こうしての、こうしての、こうしての、一個も損しちゃったけど、まあ、いっか。抜けなかったらちょっと困るな。ああ、さすがに抜いた。火の3個も乗ったらさすがに抜く。おお、ちょっと、怖かった。あ、怖い。あ、で、こいつか、ヘルか、ヘル。ヘルニクスが来たね、ヘルニクス。あ、そう、これ毒ね、耐性ないからね。まあいいや。毒の耐性なんていらねえやって思っちゃったんで。じゃあここもね、適当に組んできゃもう終わるんで。いやけどちょっと怖いところだな。毒がちょっと怖いな。こいつ毒残してたらなんか来るっけ。そんなことを考える間にもう終わってた。ちょっと。ぶっ倒すぞ。あ、これは効かないね。あ、全然してこねえや。貴様舐めてんのか、俺のこと。女。で、ちょっとこうして。あー、ちょっと、ぐっちゃ。これで半分はいくっしょ。いや、9コモか。9コモじゃいか、いや、いくわ。いく死者の色ナイトメア。いや、まあ、いいか。まあいいや、まあいいや。こいつはあれだね、あとはオーディンの間に貯めればいいから、いいでしょうと。で、ちょっと回復を欲しいなーって思ったり思わなかったりするんだけど、回復をもらって火ももらおうかな。で、光もあればいいからね。これで、まあ、抜き抜きしようかね。いや、火力はすごいわ。セリカやっぱ、これ列強化ワンチャンいらないね。ワンチャンっていうかあれだな。いらねえや、普通に。あれ？あ、そっか。まあ、こいつはあれだし、いいな。で、これ、俺ね、こいつのこと舐めすぎちゃうとね、マジで殺される。うん。本当にこいつで何回も殺された。なかなか削りづれよ、こいつって。こいつという犬は。ドッグがよ。これ多分半分はいったね。いい、いい、いい。で、ここでね、雨の娘を貯めたいところである。いやけど、雨の娘いらねえか、まだ。で、この2ターンが終わったタイミングで行きたいんだけど、一発ちょっと軽めのぶん殴り行くか。軽めの左ジャブを拳に、あー入れれなかった。で、ここでもう抜こうかな。次確か先制なかったと思うんで、抜きます。ワンチャン抜けなくてもいいよ。耐えてもいいぜ。なぜなら俺の機嫌がいいからな。7、8、9コンボ、10コンボいった。これでまあ抜くっしょ。あ、抜かない？まあいいや。これはまあありがたいね。いい調整した俺。よしよししてね。自分で自分の頭を。で、ここで突破しようか。で、発光も維持しないと吸収されることを忘れていたから。この忘れ、命取りだから。皆さんを忘れないようにしてください。じゃ、これでいいですよ、と。あー、ちょっと、おー、まい。グッバイ、と。グッバイして、犬からなんか落ちたな。で、7ターン目は確かソウルマーニー。で、こいつらロックしてくんだよね。うん、これしてくるから、これはさすがにね、外さないといけない。けど、まあ別にいいな。うん、これはちょっとね、このまま盤面にドロップあるから、そのまま行こうか。んで、
マグのニートにあれがあるからね、マグカップニートにあれがあるから、まあこれでいいでしょうと、うん、L 字解除があるからね。ちょっとごめんなさい、本当に接続が悪くて、まあここで耐えて耐えてのひでりほてってんじゃねえよ、俺の魅力でほてったか。でここでもう抜こうかな、いや半分の半分いって貴族戦になってから抜こうか、ちょっと怖いからね、発狂あったらちょっと泣いちゃう、ほら泣いちゃう。8、9、9で止まってほしい、できればありがとう。おっち、これで多分抜けるね。ルーロパール、ルーロパール、はあ、ははあ、でこれスキル進化しようかなと思ったけど、まあしなくていいか。でなるべくねセリカのスキル貯めて溜まってる状態で抜きたいわ、うん、なぜかっていうと盤面ロックされた時にセリカがいないと解除できないんで、なるべくセリカはいてほしい、頼れる存在、姉御感とか強いね。じゃあここで抜こうかな、はいはいはい、今回めっちゃ順調じゃない、抜ける、そうやって確信している俺がいる。うわ水来たわ、キモキモいけどやるっきゃねえよな俺、キモいけど、あけどいけそうだね。でこいつを打ちますよと、激減スキルだからね、これワンチャンスキル打たなくてもいけそうだね、全然耐えそうな感じはするけど、まあ打って損はない、打ち毒ってやつだから行こうか。これでで火はね話コンボで行こうかな、でまあこれでいいでしょうと。あーちょっと水も組めたね、まあいいや、いけるっしょ、半分はさすがに行くよな。えこいつやっば、勝ってカッチカチやでこいつ、これ耐えかな、あっじゃうん耐えるよな、え待ってこいつやばくない、なんでこんなカッチカチなのこいつ、キモキモ、闇が来る、俺はそう確信しているから、これでワンチャン耐えねえか、あ 30% 回復あった、うわこれさこれさこれあれだよね、してくるよね、またちょっとすんませんね、水お電話もう聞いてないんで話にない、うん、俺の心の中に水お電という存在がなかったから、こいつができてきた時点で俺はもう知らない、なんでこれはポチッとあるね、うん、仕方ない、俺は水おでんという男を読んでいなかった、まあ出てくるなって思ってたから出てきたこいつが悪いわ、うん、でしゃばり、このでしゃばり目で 30% 回復もあって、ワンちゃん抜かね、あ抜かねえか、だるこいつマジだるなんだけど、どうすればいいこのだるいやつ、なんでおめえが来んで、火が怖いよマジで、水が一番怖い、こういう時になんで水来んの、マジお前が出てきた瞬間俺はもうポチッと確定したからね、もう嫌だお前なんて嫌いだ、これでいいか、もう回復力アップもあるし、これ半分になるとあれしてくるよね覚醒向こう、はぁ、あもう失せろやお前、二度と来んじゃねえ、目の前に現れるな、俺の目の前に現れるでない、じゃあこうしてってもう列組んじゃえばどうにかなったら、これでさすがに半分はいったと思う、いかんかったらドタマ勝ちはあるぞこいつも、あそっか向こうあんのかこいつマジで、向こう貫通こいつ確か龍馬が越前龍馬が持ってた気がするから、越前がね、でもこれちょっと打とうか、一発打ってから軽減もあるしね、で一発でセリカは貯めとこうか、でマグはもう打ってもいいな、後で打とうか、打てる時にマグは打てる時に打てって俺教わってたから、打とうかな次のターンに、でも打っちゃおうかな、お前がそういうキモいことをしてくるんだったら、俺はで火貯めればよかった、俺何してんだ、火いっぱい来て、おーいっぱい来た、多分いけるね、
うん。いや、いけるか？越前まだか。越前ちょっと溜まってくんねえか？あと2ターン。くっ。くっ。あと2ターン耐えれるか？マジお前腐った行動してくんなよ。そしたら俺マジでお前のこともともと嫌いだったのに。評価だだ下がりだぜ、俺からの。だからもうやめてくれ。頼むから俺に何もするな。ちょびっとずつ俺は削っていくよ。でも。これ耐えそうだね。ちょっともうやめてね。ちょっともうやめてくれ。これじゃあ回復しようか。火、水、汲んで回復しますかね。あ、ちょっと回復が欲しい。はい、OK。ま、さすがに体力マックスマックス、マキシマム行ったでしょうと。おいおい、消えすぎるな。ちょっと怖いからね。ハヒーハヒーホヒーだね。ハヒーハヒーホヒーだけど、多分これでいけるわ。ちょっと。いや、いや、いけるね。マグ打って、こいつ打って、5倍か。これ、エンハンスどっちの方が出る？ 2.1 倍か。じゃあ5倍にしようか。まだまだだね。まだまだだね。で、これでいこうかな。13秒もあるし、いけっしょ。正直、行きです。で、これは火がつながらないようにここにして、で、回復も一応入れて、で、こうして、こうして。ああ、危ない。情けない声になっちゃった。さすがに抜いたと思うわ、俺。で、五根も加算でしょ？ぶち抜け！来たね。なかなか見応えがあった戦いだって、おっと火だね。火はちょっと嬉しいね。火の方が確か強いんだよね。散りゆく女神たちの怒り。お前に前はぶち負けた。だが今度はどうかな？俺も強くなって戻ってきたぞ。舞い戻ってきた。天使のようにな。神は再び舞い戻る。行くぜ。で、こうしてこう。結局はこれよ。平積みよ。で、どんぐらい？おお、結構削るね。カモン、カモン。ちょっとわけわからないことはやめてくれよ。で、盤面に回復は欲しいところだ。三つ消しでいいかな。うん。一番上に行くんじゃまずいて、てててん、てて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 てん。ポケモンのジム戦を挟んだところで行くか。いいでしょ。いいね。すごくいい。ブレッシング。あなたの私もブレッシング。これはまあ打ってこうか。シーウルフェリオンアングロアド土砂。水。覚えた？水。こうだね。もう、やべ。こうしようか。忘れた。ちょっとここは一旦ステイでいこう。うん。暗闇ちょっとむずいわ。俺の手に負えない。こいつはまだ人の手に、人類の手に負えるものではなかった。じゃあね。で、ウズベッチ、ちょっとどうしよう。ウズベッチけどいいな。貯めとこうか。で、こうしても、ここは半分いっちゃおうかな。半分いっても確かこいつは大ダメージ飛んでこなかった気がする。そんな気がして、俺はパズルを組んでいく。この木外れたら俺はもう負ける。だからここで一撃、こいつにぶち込まなきゃ俺の心が落ち着かねえ。いけ！いった。勝ったな。勝ちが見えたよ、みんな。あ、大丈夫。ありがとう、マグ。マジで死んだと思った。マグと、うん、今、アップね、マジで。俺んこと殺しに来とるわ、こいつは。おめえ、いい女子なるぞ。で、ここで回復をもらって、あと2個欲しいな。マジで怖え。一瞬声が途切れたもんね。あれ、どこ行ったって思ったらここにいたわ。命あるもの。限りなく死は平等に訪れる。で、ここでどんぐらい削る？ああ、いい削り。あ、98ターンあるわ。
バーニングバルーン。これさ、イケちゃんはね、余裕だと思うぞ、俺今回。シーウルフェリオンアングロード社が強いね。うん。で、こうしての、回復は欲しいで。こうだね。こうですな。オッケー、ナイス、こう目標か。ご神道ひぶみ。おい。その四つ角やめてくれ。お前いいことするね。そんなに俺のことに好きになっちゃった。これさせちまったか。また一人、女を落としてしまったようだ。じゃあここで、火、水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 、マジで水くれ。ありがとう。急？天候もいかない。天候もいかないが、新ディバインスワン。これ、あと一撃入れて、入れるかな？いや、俺ワンチャン抜けねえか？いや、抜けはしねえか。これね、一発どうしようか。こいつ撃とうか。うわ、ギリチョンラインだね。これね、ちょびっと削ろうか。うん。多分、ちょびっと削り、こんぐらいでいいじゃないんでしょうか。素敵消しだけど、どうでしょう。うわ、テンコンもしちゃった。いや、けど、いいラインじゃないか？起源。魂のざわめき。なんだ、うずうずするじゃないか。それ、中二心煽る心。これ、いったね。うん。さて、最後は手と手を合わせていただきますとしようか。水、火、水、水、回復、水。あ、これ、勝ったね。すまん。弱くね、このダンジョン。なぜ俺はこんなダンジョンに、加減をしていた？水だよね。オッケー。やべ、繋がっちゃった。繋がっちゃったけど、まあ、一回勝つし。さて、ドタマぶちやろうか。その、が、面を拝ましてくれよ、お前の。おお！え？なんだよ、お前。マジで負けだと思ったわ。いや、長かった、ここまで。最後はもうみんな使っちゃうか。うん、贅沢にね。ひー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 、ひー水ひー水。ひー水ひー水。ひー水ひー水。ひー水ひー水、オッケー。これは勝ったわ。いや、よかった。初勝利だね、マジで。嬉しいわ。でもここ結構簡単なんだね。なんか、今だから言えるけど結構簡単だね。サクサクこれだわ。では、さらばだ。ダズエンテ。これはドイツ語の終わりだっていう意味です。終焉。その時を見せてやるよ。終わりだ。さらばだ。いやー、落ちなかった。落ちなかった。さて、どうなる？報酬はどんぐらい？おー、レベルアップした。